殿。林万世参上しましたよ。うん、合皮の戦後処理が忙しい中よく来てくれた。李天佑、今日呼び出したのは他でもない、人民の統治をする気がないかと聞きたくてな。それって俺に第一線を離れろってことですよね。非常な命に感じるか。だがその感があれば民の心情を汲み取ることも易い。お主の適性を見て判断したまでよ。それに今のお主の状態からしても悪い話ではなかろう。やはり気づいていらしたんですね。うん、俺最近自分に嫌な予感しかしないんです。多分この先また戦場に出てもどこかで大穴開けてしまいそうで。ここで殿の言う通りにした方がいいって勘は言ってますけど、それ以上に仲間たちとまだ戦場に出ていたい。その思いが驚くほど強いんです。またうまく説明できてないですけど。見てよ、よくぞ申した。ならばお主の望むままに行くがいい。なんて言ったらいいか。俺あなたの旗揚げから信じてついてきて幸せでした。